宇宙開発事業団は日本の宇宙開発を担う目的で日本政府が設立した特殊法人である英文名称ナショナルスペースデベロップメントエージェンシー・オブ・ジャパン・ナスだ根拠法は宇宙開発事業団法で設立日は1969年10月1日である旧科学技術庁所属1964年4月に科学技術庁内に 設置された宇宙開発推進本部が発展して発足した。2003年10月1日、航空宇宙技術研究所宇宙科学研究所と統合し、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構に改祖された。宇宙開発事業団法第1条、平和の目的に限り、人工衛星及び人工衛星打ち上げ用ロケットの開発、 打ち上げ及び追跡を総合的、計画的かつ効率的に行い、宇宙の開発及び利用の促進に寄与することを目的として設立された。日本の宇宙開発は東京大学生産技術研究所の糸川研究班によって始められ、固体燃料のカッパロケットによる大気観測で大きな成果を収めていた。一方で、 科学目的以外の人工衛星及びロケットの開発を担うことを目的とし、1962年4月に科学技術庁内に研究調整局航空宇宙課を、1963年4月に航空宇宙課内に宇宙開発室を、1964年7月にこれを発展的解消して、科学技術庁宇宙開発推進本部を設置した。 発足時の人数は23名で、5台不分などごく一部の例外を除けば、ロケット開発を専門とする技術者はいなかった。科学技術庁は、科学観測重視の東大と異なり、商用の実用人工衛星の打ち上げを目指していた、ため、固体ロケットよりも制御がしやすく力もある、液体燃料ロケットの開発が不可欠であったが、当時の日本にとっては、 液体燃料ロケットは未知の領域であった。そこでまず最初に2段目に新開発する液体ロケットエンジン1段目に東大提供の個体ロケットを使用する実験用の2段式ロケットの LS-A ロケットを開発することになった。2段目の開発は予定通り完了したが1段目の調達は東大との交渉に手間取ったために遅れ。 1963年の最初の打ち上げ実験は2段目だけの LSA サステイナロケットになった。そしてこの打ち上げは失敗した。その後1段目を装備した LSA ロケットは1964年と1965年に合計3機が打ち上げられ、すべてが成功した。その一方、東大は事業を拡大し、組織を東京大学宇宙航空研究所に再編。 ロケットも大型化したため、鹿児島県内野浦町にロケット発射場を構え、1966年から人工衛星部打ち上げ実験を開始した。宇宙開発推進本部もロケット実験場の選定に取り掛かり、赤道に近いことを重視して1967年に種ヶ島を選定した。ところが、地元の漁協がロケット打ち上げが、 漁業に影響を与えるのではと難色を示し、漁協との交渉に1年以上を費やすこととなった。また、独自に人工衛星を打ち上げようとする東大に対しても自粛を求め、この間に東大は科学衛星だけを打ち上げること、また将来にわたって大型ロケットの製造をしないとする協定を結び、両者が並立することとなった。 翌1968年に漁協との交渉がまとまり、ロケット打ち上げは漁業に影響しない月に行うとする協定が結ばれ、ロケット打ち上げ施設の建設が開始された。これが種ヶ島宇宙センターである。液体ロケットと固体ロケットを組み合わせた LS-A ロケットの打ち上げ実験は LS-C ロケットに引き継がれ、1968年に 種子島宇宙センター、竹崎社長から1号機が打ち上げられ、1974年までに合計8機が打ち上げられた。1969年10月1日、科学技術庁宇宙開発推進本部が発展的解消して、科学技術庁の株機関として新たに宇宙開発事業団が発足した。東大は1969年にロケット打ち上げを再開し、 一度の失敗を経て1970年2月に日本初の人工衛星をお済みの打ち上げに成功した。一方、事業団の実用液体ロケットへエンジンの開発は遅れ、予定までに人工衛星を打ち上げられない可能性も出てきた。そこで事業団は東大のロケット輸出以来、日本のロケット開発に介入する機会を伺っていって1967年、 以降の対日ロケット技術供与の可能性を示唆していた米国と協定を結び平和利用と輸出禁止を条件に技術供与を受けることになった。技術格差から日本側に不利な条件での協定となったが大隅の成功によって自力での衛星打ち上げが可能であることを証明したため米国もかなり譲歩することとなった。この協定によって 事業団は独自ロケット開発計画である Q 計画、N 計画を諦め、米国の技術供与とライセンス生産によって、技術を習得する新 N 計画を進めることになった。そして、新 N 計画の第二弾用エンジンに使用される LE-3 の実証実験を兼ねた、イタブロケットの打ち上げ成功の後に、1975年9月に、 日本初の人工衛星打ち上げ用液体燃料ロケットの NI ロケットの打ち上げに成功した。後継機の N2 ロケットまでの17機は、米国の技術を中心に開発され、アヤメとアヤメ2号以外のすべての衛星の軌道投入に成功した。続く H1 ロケットでは、第2弾に独自開発の国産エンジン LE-5 を採用し国産化率を高めた。事業団は、 HI までに着実に、米国の技術を吸収し、初の純国産液体燃料ロケットの H2 ロケットの開発に着手した。そして日本初の第一弾用液体燃料エンジンとなる LE-7 の開発に苦労しながらも、開発を完了し、1994年2月に試験1号機の打ち上げに成功した。しかし、打ち上げ単価が1回190億円もするため、 価格を抑えた新ロケットの開発に入った。H2 は7機打ち上げられたが2度の連続打ち上げ、失敗のために運用中止となった。その後2001年8月に H2 の改良型である H、E やロケットの打ち上げに成功し、低コスト化と信頼性を両立したロケットを完成させた。宇宙開発事業団時代の H、E やロケット打ち上げは5機で、すべて成功させている。 一方この頃日本製の商用衛星技術も日進月歩で向上し世界標準に至るまでに成長していた。しかし対日赤字に神経を尖らせていた米国の圧力がかかり1990年に貿易摩擦解消のため日本国内で使用する商用衛星の受注を国際競争入札制とする協定が結ばれた。 高性能でありながら少量生産であるために、高価格な日本の衛星は受注競争で全く立ち打ちできず、日本の衛星産業は打撃を受けた。このため、事業団は技術試験衛星を多数打ち上げることで、国内企業の技術維持を図った。H2 の2度の失敗によって、事業団は組織の改革に追われることになるが、ちょうど政府による行政改革の時期と重なり、 行政スリム化のために宇宙科学研究所航空宇宙技術研究所との統合が計画された。行政統合は2003年10月1日に実行されて独立行政法人宇宙航空研究開発機構となった。ナスダの事業は宇宙開発委員会が審議して定めた方針に従って実行される。政府機関の統合。 H2 ロケットの連続した打ち上げ失敗等を受け、宇宙開発委員会は、宇宙開発計画の見直しを行い、2001年、宇宙科学研究所、航空宇宙技術研究所と統合して、独立行政法人宇宙、航空研究開発機構に改祖することが正式に決まった。初代理事長は、当時ナスダ理事長であった山内周一郎で、 新組織の初代理事長がナスダと同じ鉄道技術者出身ということになった。名称に花の名前が多いのは初代理事長である島秀夫の園芸趣味から来ている。ありがとうございます。